一番やっぱり悲しいなと思ったのは、何年か後には私のことも忘れてしまうんだな。働き盛りの40代で突然認知症に。記憶は消えてしまうのか。私の名前は出てこなくても分かってる、絶対分かってると思います。私のことまだ分かる？夫は若年性認知症。日曜深夜放送です。